皆さん、こんにちは。異文化交流論 1B の、丸8。今回からは、パリと日本との、異文化交流ということについて、小説家の、作品などを、中心に、残りの、授業の回、お話を進めさせていただきたいと思います。それで今回最初の、対象はですね、永井荷風という小説家の書いたフランス物語を取り上げたいと思います。皆さんは永井荷風という小説家を、ご存知でしょうか？この方は森外に見出されて、慶応大学で文学部の教員まで勤めながら小説を発表していた、そういう人です。主に作風としてはですね、非常にデカダンスな、大敗的な雰囲気のある、そういった作品が多い作家であります。もともとはフランス文学の、紹介者でもあったわけですけれども、実際に小説家としては、例えば、木刀奇談ですとか、そうですね、時代が前後しますけれども、日和下駄ですとか、腕比べ、おかめ笹といったような、どちらかというと江戸情緒、あふれる、東京の、下町、を風景の、女性ですね、芸者さんとか、そういう、女性を描いた作家で、主に大正時代から、昭和戦後まで、活躍した、作家です。特に、有名なのが先ほどお話しした、これは、戦前ですけれどもね、発表されたのが昭和12年でしょうか、木刀奇談というですね、作品が有名ではあります。それ以外にも、断腸亭という、雅号を使って、断腸亭日常、日常というのは日記のことですが、岩波書店から全7冊で出ている、永井荷風の、非常に面白い日記なんかが、あります。現在、荷風全集というものがですね、全30巻にわたって、刊行されて、おります。そういったような作家では、あります。で、ここでは、その永井荷風の、海外体験というか、渡米、渡欧ということについて、お話ししていこうと、まずはご紹介していこうと思います。永井荷風は明治12年の、小石川の生まれということで、東洋大学に近い場所で生まれておりますね。父親はですね、かなり、かなりのエリートですね。アメリカのプリンストン大学の出身で、文部省や内務省、それから、東京帝国大学等々のですね、勤務を経て、日本郵船の上海支店長や横浜支店長を務めた方ということです。荷風の父親、久一郎はですね、これは当然江戸時代の生まれの方なわけで、その人が、慶応やアメリカの大学を出身だということは、これは明治の、人間として非常に、最先端の、文化を、と学問を学んでいた人であるということは分かります。で、荷風はですね、20歳の時に、現在の一橋でありますけれども、その前身の高等商業学校の付属の外国学校を、2年生まで行って、結局落第して除籍になってしまうという経歴で、荷風というのはあんまり勉強が好きではなかったようではあります。その代わりですね、非常に凝り性というか、
まあ、非常になんかこう勉強に対して一途なところももう一方であってですね、まあ、彼はまあどうしてもこのフランスに行きたかった。ですから独学でまあフランス語をまあ勉強した、いたわけです。ところがまあ当時その明治30年代というのは、まあ、要はその日清日露戦争、まあ、そういう時代ですよね。ということで、実はフランスは普仏戦争に負けて、ドイツにまあ軍事的に敗れてですね、ヨーロッパにおいてそんなにこう政治的軍事的な、まあ、要はステータスというかですね、プレゼンスは高くなかったわけですね。まあ、文化的には、まあ、かなり、得意な地位を占めてはいたわけですけれども、ですから日本においても、まあ、例えばその経済の将棋、まあこう貿易相手としてですね、あるいはまあ政治的なこう軍事的なつながりとしてはドイツとか、あるいはやはりイギリスといったですね方にこうどうしても偏っていて、フランス語を学んで、というようなことはですね、こう得る、まあ、画家やあるいは、まあ小説家になるんならば、まあ、話は別だけれども、ような感じで捉えられていて、父親はこのように立身出世を成し遂げた、まあ、バリバリのエリートですので、当然息子に対しては、まあ、商業学校の外国語学校に入学させたようにですね、まあ、将来は、こうまあ、商人や官僚といったようなですね、そういった道を歩ませたかったということはあるだろうと、思うんです。まあ、ところが家父はフランスに憧れてですね、どうしてもフランス語をやりたかった。ヨーロッパに行きたかったんですね。ですが、まあ、なかなかそういう機会に恵まれず、で、結局のところですね、どうしても海外に行きたいということで、父親の、まあ助けもあって、勧めでですね、渡米します。まあ、ヨーロッパに行かせてもらえないっていうかですね、アメリカに、行かせてもらう形になります。で、シアトルの、ハイスクールの授業を、まあ、聴講し、まあ、その後ですね、セントルイス、ニューヨーク、ワシントンと、まあ、転々として、カレッジ、まあ、短大、今で言えた短大ですけどもね、カレッジの授業を聴講する、まあ、ここでもフランス語を聞いてるんですけれども、というようなことをしながら、まあ、アメリカでの生活をしていた。で、どうして父親にやはりそのフランス行きを希望したわけですけれども、結局拒否されてしまって、で、その時にまあ知り合った女性とですね、まあ、いわば同棲生活をしてですね、まあ、非常にこう怠惰な生活を送って、親を、まあ、いわば、こう困らせたと。いうようなことが、あります。この時の、様子はですね、その女性と、同棲して遊び歩いてた、時の生活ぶりについては、これはカフのフランス物語の中の「放蕩」という、まあ、作品で、アーマというですね、女性を、まあ、モデルにして語られて、おります。で、まあ、4年ほど、アメリカに、まあ、いたわけですけれども、いや、4年じゃないですね。ごめんなさい。3年半ぐらいですね。で、28歳、12月にですね、まあ、父親の、まあ、配慮で銀行員になります。まあ、要はその遊んで暮らしていても、いくらも、まあ、その生活成り立たないだろうということからですね、ニューヨーク支店に、まあ、勤務させられるわけです。ところが、家父はやっぱりフランスにどうしても行きたくて、こっそりと、まあ、フランス語を学び続けていたということのようです。で、30歳になります。1907年ですね、ようやく、まあ、リヨン支店への転勤が、まあ、認められることになります。もうどうしてもフランスに行きたいっていう思いが、父親を、まあ、なんとか動かしたというかですね、そういうことなんでしょうね。まあ、別にお父さん、横浜正金銀行の、関係者というわけではないわけですけども、まあ、日本郵船の、まあ、上海支店長、あるいは横浜支店長を務めた、ような人ですし、まあ、広い人脈があって、父親の方が、まあ、要はですね、横浜正金銀行のニューヨーク支店から、まあ、リヨン支店への転勤というものを、まあ、
こう画策してくれたということのようです。で晴れて、まあ、フランスに渡る。で、まあ、7月30日に、まあ、パリから、まあ、28日にパリに着いて、そこから列車でリヨンにというふうな、まあ、形に、まあ、なりますね。ですから「フランス物語」という、まあ、本のタイトルではあるんですけど、実は半分以上がですね、パリではないんですね。リヨンでの生活ぶりが、描かれて、おります。まあ、これまでずっとパリを中心に、こう画家たちの画家と、まあ、フランスとの日仏文化交流というものをですね、まあ、見てきたわけですけども、まあ、あのカフーの場合にはそういう点ではパリに憧れながら、まあ、パリになかなか行かれずに、リヨンで、まあ、生活を送るというような形にはなっております。でリヨンでは、まあ、ここにも書いたようにカフーはですね、まあ、ある意味憧れのフランスですので、音楽会に通ったりですね、フランス文学を読みふけったりして、まあ、働いてはいるんですけれども、あのこうむしろやりたかったこう現実に没頭するような生活に憧れるというところはありますね。で11月に、アメリカ物語を、まあ、書き上げて、日本に送ります。でこのアメリカ物語はですね、1908年翌年8月に博文館からまあ刊行されています。で実はまあこの時すでに、まあ、カフーはフランス文学の翻訳者としてですね、エミール・ゾラの翻訳をして、の女優ナナをまあ翻訳していたりですね、それ以外にも、地獄の花とか夢の女といったような作品なんかもすでにまあ発表しておりまして、まあ、要はこう文学者として多少なりとも、まあ、名前が知られるようにはなってきておりました。はい、で、翌年の1908年31歳の時に、まあ、銀行に突然ですね、まあ、辞表を提出します。これなぜかって言いますとですね、やっぱりどうしてもリヨンじゃ嫌だったんですね。パリに行きたくて。で、まあ、パリに行くにはリヨン支店に勤めていたらいつまでたってもパリに行けないというのでですね、もうあの父親に、まあ、相談なしにというか、銀行を辞めてしまいます。まあ、当然のごとく父親にはまあ言わない、連絡しないわけにいきませんからね、生活費と問題もあるでしょうから、父親に手紙を送って銀行を辞めたよというふうにまあ言うとですね、まあ、父親は怒ってですね、だったら帰ってこいと、まあ、いう形で雨になってしまいます。でも、まあ、カフーはですね、まあ、やっぱりパリに行きたいので、まあ、当然帰国するにあたって一旦パリを訪れます。でそこからそこで2ヶ月ほどですね、もうまあ帰国まですぐに帰らないで、まあこうパリでまあ生活をするというか、いうふうになっています。で、まあ、2ヶ月パリで生活した後、ロンドン経由で帰国の途について7月にまあ神戸に帰ってくるということなんですね。実はこのちょうどこの時期、あのこれまで画家の話と前後してしまうんですけれど、時代的にはちょうど前後するというか重なるところがあるんですけれども、まあ、高村光太郎が入れ替わるようにしてですね、実はパリにやってきているんですね。はい、で高村光太郎は、まあ1年ほどで、結局パリを去ってしまいますけれども、カフーの方が先に、まあ、パリを後にしますというようなことになりますね。先週お話しした藤田なんかは実はあのもっと後なんですね。ですからあのちょっとそこでは、話が前後してしまっているのは申し訳ないなと思うんですが、まあ、いわばあの藤田がパリに行った時には、これはまあ第一次世界大戦の、と第二次世界大戦のちょうどこう間というかですね、まあ、第一次世界大戦の後継期に沸いたエコールドパリの時代です。それに対して、まあ、長井カフーがパリに行った時、フランスに行った時には、これはその一つ前のですね、いわゆるベルエポックと言われている、時代の、華やかなりし頃のパリ、フランスの状況ですね。で、まあ、フランスに憧れていたわけですけれども、結局のところ、まあ、フランスでの滞在生活というのはですね、10ヶ月ほどです。まあ、アメリカの方はずっとずっと長いですね。
まあ、だからアメリカ物語、フランス物語と2つあるわけですけども、でしかもなおかつパリ滞在わずか2ヶ月、帰国までの間のですね、ということだけで、まあ、憧れていた割には残念ながら、あまり、何年もそこで生活するみたいなですね、そこまではできなかったというところがあります。で、まあ、永井荷風は昭和34年、私が生まれた年なんですけども、1959年に80歳でお亡くなりになりますけれども、実は、この後2度と、パリ、フランスにですね、訪れることはできなかった。まあ、時代がそう許さなかったっていうのもあるわけですけれども、まあ、荷風自身も作家として、日本国内で、忙しくもなってきますし、大学、まあ、慶応大学でですね、教壇に立って、まあ、文学を教えるというような仕事があったり、いろいろして、まあ、その後戦争になってしまってということで、行くに行かれないまんまですね、亡くなってしまったというようなところがあります。まあ、いわゆるこういう人です。はい。まあ、ざっと、お話しいたしました。荷風が、まあ、訪れた頃のフランスについては、これはもう、これ前にやったやつの、まあ、振り返りに過ぎませんけれども、まあ、ちょうどジャポニズムが、まあ、成熟して、ベルエポックの、まあ、時代へと、いうふうにこう展開していこうとしていた、まあ、そういう時代の、まあ、フランス、パリだったわけです。まあ、林忠正が編集した日本の特集号ですね、それあるいは、ゴッホの「タンギー爺さん」の、まあ、後ろにこう多くの日本の、まあ、浮世絵が描かれていたような、まあ、こういうような形で、まあ、ジャポニズムというものが、こうフランスにこう広がっていった、そういう時代。また、まあ、ちょうど1900年の第5回万博、ですね、まあ、エッフェル塔、その前か、その前の、万博ですね、エッフェル塔が、まあ、建設されて、そして、まあ、こう、まあ、パリを、現在のパリに通じる、パリを代表するこう建築物へと、まあ、なっていったというようなこと、これも前に見せましたけどもね、というのはそういう時代です。まあ、ですので、まあ、パリが、まあ、芸術の都として、こう世界的な地位を、まあ、固めていく、そういう時代に荷風は、まあ、フランスに、やってきているわけです。1900年のパリ万博、まあ、これもお見せした、通りですけれども、まあ、こういった、こう華やかな、最先端の、芸術の都パリですね。まあ、そこではさらにエッフェル塔のようにですね、まあ、産業革命を成し遂げて、こう新たに変わろうとする、フランスの様子が、まあ、映し出されているというふうにも言えます。今言いましたように、まあ、ベルエポックの時代ということで、まあ、ジャポニズムからベルエポックへというふうに、まあ、見ていきますと、非常に繊細な、こう線で、こう華麗な、絵が、多く、まあ、描かれていくというような時代になっていくわけですね。まあ、女性のこう曲線美といったようなもの、まあ、そうしたものが、こう賛美されるような、芸術絵画の風景っていうものがそこにあるということで、まあ、例えばここに、そのサラ・ベルナールの肖像、左の、ですね、1900年の、それから、アルフォンヌ・ミュシャの、こうポスターだとか、劇場の、まあ、PR のようなですね、そういったようなものが、こういったところに、まあ、そのベルエポックの雰囲気を伝えていると言えるんではないでしょうか。この絵は前にお見せいたしました、黒田清輝、黒田清輝の嘲笑というですね、まあ、日本の、西洋画の、まあ、新しいこう、風を、吹き起こしたと言われている、まあ、代表的な作品であると同時に、まあ、日本で、展示した時にですね、まあ、風俗的に、およろしくないということで、この女性の腰のところにですね、黒い布が巻かれたと、
という、まあ、腰巻き事件というものを引き起こしたということを、まあ、お話もいたしましたが、実はこのカフーのフランス物語の中でですね、このカルチェラタンの一夜、まあ、これであのカルチェラタン、ラテン街と書いているように読めますけども、カルチェラタンの一夜というタイトルの、一節の中で、まあ、この嘲笑のこととそのモデルのことがですね、描かれております。ちょっと読んでみます。突然私の目にはまだ自分が学校にいた時分、洋画の展覧会で見た裸体美人の面容が浮かんできた。カノン画伯の名は新しいフランスの芸術と、日本の社会にはいつも絶えざる風況問題とともにやかましいばかり世人の口に言い伝えられた。あの裸体美人は間違いなく現在我が目の前に座っている女であるらしい。まあこれ事実かどうか分かりませんけれども、黒田がまあモデルとしたこのフランス人女性の女性がとですね、まあ実際にカフーがパリで出会ったんだというようなことが書かれています。まあ時代的にそれはおかしくないと思うんですね。黒田はまだカフーが、ごめんなさい、カフーがパリを立った翌月に、フランスにパリにやってきていますので、まあ、ほぼほぼ同時代重なっているわけですから、まあ、画家のモデル業として、まあ、モデルを仕事としている女性と、まあ、知り合ったとしても、うん、まあ、おかしくはないというふうには思いますけれども、まあ、こういうようなこう一節に見るように、まあ、カフーが訪れた、まあ、パリというのが、これまでの画家たちがこう出会ってきた、まあ、パリそのものであったということが、分かる気がいたします。こちらが永井荷風先生の写真ですね。まあもうだいぶ、お年を召されてからのことのようで、まあ、若い頃ちょうど、アメリカ物語フランス物語を書きになった頃の荷風の写真は今現在岩波文庫の表紙なんかで使われているわけで、右下のところにちょっとちっちゃくですね、蝶ネクタイをして、様相をした若々しい荷風が、写真が使われておりますけれども、実はですね、フランス物語というのは、まあ現在新潮文庫と岩波文庫に、両方に入っておりますけれども、製本前に実は発禁になってしまっておりまして、実際には世に出て、まあその当時はですね、いなかったんですね。で、まあ現在新潮文庫版と、まあ、岩波文庫版と、まあ2つの、こうフランス物語というのが存在しております。まあ文庫本の表紙に使われている絵ですが、これはフランス物語の中で、挿絵として使われているものの、に着色をして、表紙に使っているんですが、実際のフランス物語の表紙はないんです。製本前に発禁処分となってしまったので、目次以下はあるんで、もうすり上がっていたようですけれども、まだ表紙を作る前ということで、ありません。複製本が東洋大学の書庫にもありますけれども、やっぱり表紙がない、普通に単に白い、何にも書いてないですね、表紙がついているだけの本になっています。で、新潮文庫版はですね、戦後になって1948年ですから昭和23年に、まあ、刊行された、中央公論社版の、まあ、永井荷風の、荷風全集の第4巻を、底本とした、その没後の岩波文庫版全集をもとに、まあ、作られている。ちょっと複雑でごめんなさい。ですから、
まあ、端的に言ってしまえば、死んでから刊行された全集で、岩波版のですね、長井花風全集、1963年、昭和48年、ごめんなさい、昭和38年の全集ですけれども、その昭和38年、1968年の岩波版全集というのは、花風が亡くなった直後に刊行された全集ではありますけれども、実はその元になっているのは、生前の1948年、昭和23年に、中央公論から出た全集に、今、書き込みをした、ものですね。ですから、まあ、ある種決定稿、生前に、最後、まあ、活字にはならなかったけれども、本人が手を入れた、フランス物語というのが、あって、それを新潮文庫は、現在単行本とし、文庫本として販売発売しております。それに対してですね、岩波文庫から出ている真ん中にあります、フランス物語ですけれども、こちらの方は実は、絶版になった、ごめんなさい、発禁になった、初版版を再現したものです。ですので、実は新潮文庫版のフランス物語と岩波文庫版のフランス物語はですね、中身が違うんですね。びっくりするかもしれませんけども、まあ、文学の世界では、こういうことが時々、まあ、あります。はい。ですから、もう一度整理しますと、新潮文庫は、永井荷風が、生前書き直した、フランス物語です。それに対して岩波文庫のフランス物語は、一番最初に永井荷風が作って発売禁止になってしまって、世に登場しなかった幻の、フランス物語を再現したものということになります。まあ、どちらが、永井荷風にとって、自分の最も表現したかったフランス物語なのかっていうのはですね、まあ、これは何とも決めがたいところではあります。まあ、戦争が終わって1948年、昭和23年に出た永井荷風全集というのは、まあ、これはもう戦争が終わってるわけですので、まあ、大敗的な内容であろうが何であろうが、まあ、自由に表現できるわけですから、まあ、そう考えると、発売禁止処分になってしまった、まあ、これ当然、検閲が入ってですね、発禁処分になってしまったわけですけれども、そうしたその、まあ、検閲によってまあ、制限されてしまったものを再現することは、昭和23年、1948年はできたはずなんですけれども、カフはその時はしなかったんですね、それは。はい。で、花風前、それまで出ていた、まあ、フランス物語をベースにして、作ったもの、書き足したものが、生前最後の、支度本というんですけれども、生前最後に、まあ、作家自身が、決定稿として書いた、置いたものが、まあ、あるわけで、まあ、それが新潮文庫で読むことのできるフランス物語なんですね。はい。まあ、一番最初に出したまんまのものが、一番、歴史的には確かにある意味か、あの価値があるものかもしれませんし、まあ、当時の、荷風が、まあ、発禁にならなければ当然、世に出していた、物語ですので、まあ、そこに込めた荷風の思いっていうものも当然あっただろうと、まあ、いうふうにも思う。いうところはあります。今日はですね、この授業ではその具体的にフランス物語の、まあ、お話の方にまでは、入りません。エースの方に PDF にして分割して貼っておきましたけれども、あれ全てではないんですが、読むのに時間もかかると思うんですね。ですので、中身については来週
までにしっかりと読んでいただいて、フランス物語というものの中に書かれている、まあ、リヨンあるいはパリにおける、まあ、カフーのフランスとは何だったのかっていうことは、またそこで見たいと思います。今日はちょっとそうではない周辺のことについてもう少しお話を進めさせていただきます。